皆様こんにちは「モーセ姫のサブチャンネル「ボンバンモうせひへようこそこのチャンネルでは有名人芸能人時事ネタのリーディングをしておりますさて侍ジャパン WBC おめでとうございます決勝まで来ました私自身のリーディングもバッチリ当たっていましたのでそこもとても嬉しいです まあの次の試合いわゆる今日勝った試合には僅差で勝つというふうに出ていましたし無事決勝まで来れていたので今のところ侍ジャパンのリーディングはほぼ100% <laughs> 当たってますでしょうかじゃあ今日は明日の日本対アメリカの試合が、うん、どうなるのか見ていきたいと思います今日使っていくカードが タロットとルノルマンを両方合わせて見て見いきます、まあ、どう考えてもねアメリカ一日休めてるし時差ないしどう考えてもアメリカ有利ですよね。で日本はね休みなしに試合するからねえどう考えても不利じゃないっていうところで少しのね怒りがあるんですけれどもじゃあこちらシャッフルしてるんですけれども。 まあ、明日の、ね、日本対アメリカの試合はいじゃあまず出していきましょうはいさてまず出たカードが戦車のリバースうんそしてはい現状がコインの9のリバースさあ明日 の試合のことかな？じゃん。ワンドの7のリバース。うん、やっぱりね。こう力がきちんとこう出せないような気がする。疲れかな。はい、アドバイスがソードの7のリバースリバースがすごく大きいで多いですね。 そして今から出すところがアメリカのところはいアメリカの状態はカップのページのリバースかうんあ、うん、ちょっとね今全部リバースで出てリバースで読むとするとあれあんまり状況良くないのかなって気がするはいこれが日本ですあ日本もリバースが出ましたねもし次もリバースが出たら あの、全部ひっくり返して読む可能性もあります。さあ、どうかな次のカード。えっ、ー、と、日本が勝つかどうか。あ全部リバースが出たから。じゃあ、ちょっとこれ、全部ひっくり返しましょうか。うん、全部リバースが出た。はい、戦車の正位一。コインの9の正位一。 ワンドの7、セイソードの7、セイアメリカの状態、カップの提示。日本はフールだな。はい、そして、結果がワンドのクイーンか。え、これいけるかな、うん、ちょっとルノルマンもね、うん、重ねて見ていきます。ああ、どうだろうね。なんか勢いはね、 今ちょっとまだルノルマン出してないんだけど今の段階では日本の方が勢いがあるんですよ。ああいけるかなはいこれ「ルノルマン」を重ねて見ていきます。明日の日の本対アメリカ じゃあ行きましょうかはいまず過去は戦車とネズミが出てるからこの戦車っていうのは長距離とか外国っていうのを表すんですよねなのでやっぱりねその疲れがきちんと取れてないとかやっぱり長距離の移動とか時差そ,そこに体の疲れが出てきてますっていうことがまず出ているうんそして現状ね はい、現状がお雲かコインの9と雲が出てるからなんかこう形なんか結果とかを伴うにはやや厳しいかもっていうのがまずこれね現状が出てるんですよ。そして未来ですね。ワンドの7と、おクマが出た。これ誰かな ダルビッシュ選手なのか大谷選手なのかこうもしかしたら監督かもしれないんですけどすっごくこう頼りになるリーダーになる人がこうもう自分の力を出し切るって出てるんですよ。それによって勝利を勝ち取ることできるのかなドキドキドキ <laughs>。 ソードのか、まあ、あのしっかりやっぱりこう相手を熟知するとか分析するとかっていうこと出てるんだけどもうこれはねあのもう監督とかこうチームの方皆様がしてくれていると思うのでもうここはお任せしてじゃあアメリカの状態さあアメリカほう。 とかって言って言カップのページと船うーんなんかねもう,こうバケーションのこともしかしたら考えてるのかなって感じがしますこの試合が終わったらみたいな,なんか勝つ前提でいるのかなもしかするとはい日本はどうでしょうかあ山が出た <laughs> あそうですか はいフールと山が出たので体がねすっごく重いみたいですああこれはねやっぱり体にドッと疲れが来てるんですよだからねう体がすごく重くてこうきちんともうこれあれですよね選手たちとかそういう問題じゃなくてね移動時差暑さいわゆるこうチーム チームっていうか日程そういうところの悪さだと思うんですよねああなんかねきつそうです日本選手非常にもうなんかアメリカはねなんかこうイエーイって感じうんちょっとねここ少し腹立ちますけれどもさあ結果どうかなはいじゃあ結果ワンドのクイーンとフォックスか フォックスってあるんですけどなんかこうギリギリの、あのー、判定の時とか例えばアメリカ寄りの判定になるとかそういうちょっとこうなんかせっこい手をなんか使ってくるような気がする補助カードを、ね、出してみますさあここの補助カードはカップの3またリバースですね。カップの3 星が出たねールノルマンも出してみるかクローバーが出たさあうんカップの3星うんクローバーうんそうねこのここのねカードがとても強力なカードが出たから このなんかやっぱ日本のエースって言えばいいのかなその人次第かなもしかしたら、えっと、村神様かもしれませんし吉田選手かもしれないし大谷選手ダルビッシュ選手かもしれないしっていう,こ,うここの主力の人がどれだけこう自分の最後の力を出せるか。 によると思うただこれだけね体が重いから正直日本選手はきついと思うしあの審判とかもねなんかアメリカ寄りのような気がするんだけれどもちょっとこれ曖昧なことを言ってしまって申し訳ないんだけれども可能性はあると言いたい。可能性はあると言いたい。 このね幸運のクローバーが日本の願いを叶えてくれるのかなどうかなって感じもし負けるとしたら、うん、3対2とかかなうーんかなでもここに2が出てるからなもしかしたら4三。3うーん かな。あなんかちょっとすいません曖昧なことしか言えなくてうーんそう今回はねそういう感じがしましたなので、うん、可能性はあるよってでもかなり日本が不利アメリカがむちゃくちゃ有利でもこの主力選手によってこうかなり有利な状況にはなるかもしれないあとは手が届くかどうか まあこれ、あの祝福とかね、乾杯っていう意味があって、これがリバースで出てるからね、これがね、お祝いの乾杯が聖地で,できたら出たらいいなと思っています。今のところリバースだからね、どうかな、これが世界2の2かなとかもね、思ったりもするしね、うーん、やっぱり、うんなんかこう、 今のところはあやっぱりね日本は2位かもしれないうーんというふうに今日はリーディングをさせていただきましたこれが同じ状況であのできてたら絶対日本が勝ってたと思うすごくなんかちょっとねアメリカのやり方がせこいんじゃないかなっていうのが私の考えです はい、明日もぜひ応援しましょう。最後まで見ていただきまして、ありがとうございます。